マイタウン市川、田中義典です。今回は市民が支える第3回健康都市連合国際大会について特集します。番組後半では市川市に伝わる民話をお届けします。どうぞお楽しみに。それでは市内の出来事を振り返るトピックスのコーナーからいきましょう。17日、少年自然の家で女性を対象にしたヨガの体験教室、アクティブレディースプランが行われました。青少年の教育施設として利用される少年自然の家は、昨年7月のリニューアルオープンをきっかけに障害学習の施設としても活用していこうと、幅広い世代を対象にした事業を開催しています。今回はヨガで健康的な美しい体にをテーマに、初心者でも無理なくできる女性向けのヨガを体験してもらおうと、講師を招き1時間半にわたってヨガ講座が行われました。ヨガの呼吸法や基礎的な動き方のほか、腰や肩の痛みに効果があるとされるポーズなどを体験しました。終了後には初心者でも十分についていける内容でした。痛かった方が上がるようになりましたといった感想が寄せられ、とても好評だったようです。少年自然の家では今回のイベントの2回目を11月28日に、3回目を1月9日に予定しています。ヨガを使ったストレッチや脂肪燃焼体操から内臓強化やリラクゼーションへと進めていく予定です。興味のある会のみの参加も可能です。すべて事前申し込みが必要ですので、参加希望の方はお早めに少年自然の家までお申し込みください。同じく17日、千葉商科大学で千葉光之市長が講演を行いました。これは今年の5月、市川市と千葉商科大学が締結した包括協定の一環として行われたものです。演題は健康都市とまちづくり。講演の前半では市川市が取り組んでいる行財政改革の方向性、成果などを説明しました。特にこの1時、2時、3時という流れの中で、1時は大変こう縮小しなければならない、いろんな形において歳入に合った歳出という形、それから2時、3時という質、量から質への流れということが言えます。続いて講演のテーマにもなっている健康都市への取り組みについて、市川市の先進性、独自性などを詳しく紹介しました。この10の目標を作って、健康というキーワードで全てを切っていく。そうすると今までの縦割り行政でない横割り行政ができるというふうに思ったわけです。で、いろんな事業が今市川市では行われています。今回の講演は市民も受講可能ということもあって、560席ある教室は満員となり、教室の外に設置されたモニターで講演の模様を見ている学生もいました。市長は講演の最後に包括協定に基づいて、さらに千葉商科大学との連携を深めていきたいとし、会場からも大きな拍手が送られていました。ママ5丁目にある吉沢ガーデンギャラリーでは現在、藤田純ガラスの世界展を開催しています。17日には藤田純さんも会場を訪れ、開催セレモニーが行われました。藤田純さんはアシスタントとして父藤田恭平さんの創作活動に携わる傍ら、自身も独自のガラス造形の道を歩んできました。純さんはガラス素材に浮遊する感覚を求め、風や大気、水というテーマで制作を続けています。今回の展覧会では純さんが制作の方向性を見出した1990年以降の作品や、近年取り組んでいるイタリア、ベニスでの作品などおよそ50点が展示されています。特に今回初めて発表する飾り箱は、恭平さんのドリームボックスを彷彿とさせるフォルムに、純さんのテーマである風や大気、水のイメージが表現され、
まさに浮遊感を感じる作品です。こうした純さんのテーマ性をイメージしたレイアウトや会場のデザインもこの展覧会の見どころの一つです。ぜひご覧ください。藤田純ガラスの世界展は11月16日まで開催されています。以上トピックスのコーナーでした。18日、大須防災公園を会場に市川市民祭りが行われました。オープニングセレモニーでは市川市消防音楽隊の演奏に合わせてユニバーサルバトンの華麗なバトントワリングで会場を沸かせました。昨年は17万6千人という大変多くの皆さんがこの市民祭りに参加いただきました。今年もそれに増すような今勢いを感じております。どうかこの市民祭りを通じながら多くの出会いと思い出を作っていただきたいと心から願うところであります。毎年この市民祭りは11月の第1土曜日に開催をしておりました。今年に限りましてですね、市川市の方で健康都市大会がございます関係上、前倒しで10月に開催し、やはり健康をテーマにした、この市民祭りが、開催を、いたします。今年はもう朝からこんなもう秋晴れで素晴らしい天気ですので、昨年以上の市民の皆様が、おいでながってます。はい、今年の市川市民祭りは第3回健康都市連合国際大会の開催を記念して健康をテーマにした催しやブースも数多く出展されました。この脱メタボ体操もその一つ。2010年に開催される千葉国体のキャラクターチーバくんも脱メタボ体の皆さんと一緒にオリジナル体操を紹介しました。ありがとうございました。こちらは市川市民祭りでもおなじみとなったWHO 健康都市広場です。国際大会の PR ブースをはじめ AED 講習、高齢者疑似体験といった体験コーナーや健康に関する相談コーナー、また体力測定なども行われました。これは主に高齢者を対象とした測定の一つで、今年初めて出展した県都会のブースで行われていました。こういった測定を、継続的にやることによって、まあ、比較対象できる老いの進化が分かるというようなことで、まだ初についたばっかりですけれども、長く続けていきたいと思います。県都会は市が主催している健康都市市民講座の卒業生が中心となって活動している市民団体で、現在会員はおよそ100人にも上ります。我々の活動の基本は地区活動なんです。
で地下の地区を10地区に分けまして、その各地区の特徴特色を生かしたテーマにそれぞれ、テーマで取り組んでもらうということを基本にしてますので、各地区によってテーマがみんなそれぞれ特徴のある テーマを取り組んでます。非常にやる活動内容自身も幅が広いという点が特徴ですね。市川市と一緒に健康都市連合日本支部を立ち上げた沖縄県宮古島市も今年のお祭りに参加して、沖縄ならではの塩やバナナ、泡盛などを紹介していました。やっぱり青い海と白い砂、あと人間ですね。ホスピタリティが高いと思われます。なのでぜひぜひ宮古に来て、そうですね、眺めるのもいいと思うんですけど、人と触れ合ってほしいです。それが一番の魅力ですね。市民の市民による市民のためのお祭り、それが市川市民祭りです。今年も千葉産の農産物の販売や市内で活動している団体や企業のテントが並びました。日頃地域のために活動している団体も自分たちの活動を PR するだけではなく、体験コーナーやゲームを用意したり、手作りのアクセサリーや軽食の模擬店を開いたりと、来場者と一緒にお祭りを楽しんでいました。市川社協は、地域の皆様と一緒になって、地域づくりを進めていく、職員がたくさんいます。今回は市民祭りで地域の皆さんと触れ合うことができてとても良かったと思っております。シルバー人材センターは、市川市在住の60歳以上の方、健康な方ですねの、お仕事の斡旋をしています。電話でもファックスでも結構ですから、いつでも受け付けてますので、60歳以上の方ぜひ、シルバーセンターの方へよろしくお願いします。市川市青少年相談員は、各地区で、いろんな行事を行って子どもたちの心を育てようと、活動している団体です。今子どもの少ない中でですね、子どもを集めるのもちょっと大変な時代になってます。もし我々オレンジのポロシャツを見ましたらですね、我々の行事がありましたら、参加をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。市川災害ボランティアネットワークは、災害時に、全国から駆けつけてくるボランティアをコーディネートするセンターが出来上がります。その時に私たちがそのセンターを手助けするための団体です。11月1日に、防災、のフェアがありますので、その時にも皆さん来ていただいて、ぜひ体験をしていただいて防災に対する意識を高めてもらいたいと願っております。市川市民祭りではステージ発表も見どころの一つです。今年も2カ所に市民ステージが設けられ、演奏やダンスなど様々なパフォーマンスが繰り広げられました。若いってこんな若いのよ、ジミちゃんね、ジミちゃんたちから ね、お年寄りまでね、踊り踊ってるのがねすごく印象的。思ってたよりも広くて、いろんなジャンルのテナントが出ていて、でいろいろゲームもあって楽しめました。毎年来てるんですけど、いつもいつも楽しくて、皆さん工夫してお店とかアンケートとかいろんな楽しく楽しませていただいてます。ありがとうございます。爽やかな秋晴れとなったこの日、来場者も出店者もお祭りを楽しんだようです。来年度はですね、市川市においても行徳地区に、大きなやはり防災公園の大きい、防災公園ができます。広尾防災公園と言いますけども、おそらくそこと兼ね合えば、行徳方面にもやはりこの市民祭りを会場を移して開催できればいいなという思っております。これからますます面白くなりそうですね。来年の市川市民祭りもどうぞご期待ください。
いよいよここ市川市で第3回健康都市連合国際大会が開催されます。メイン会場となります文化会館の周辺では国内外からたくさんのお客様をお迎えしようと花も飾られています。このお花は関連イベントも行っています大和田小学校の子どもたちが植えたものです。作業開始前に急に雨が降り出しましたが、大会を1週間後に控えたこの日、小雨になるのを待って大和田小学校の6年生が花植えを行いました。フラワーポットと花は市川市緑の基金より寄贈されたものです。子どもたちは大会に一花添えようと、少し濡れながらもどう植えるときれいか一人一人が考えながら一生懸命に5種類の花を植えました。見て綺麗だなって思ってくれれば嬉しいです。私たちが頑張って埋めたことを伝わるといいと思います。この花を見て、市川がこんな綺麗な街だなって思ってもらいたいです。 JR 元八幡駅南口と市川市文化会館を結ぶ歩道に飾られた子どもたちが植えた花が大会中参加者の心を和ませてくれそうです。市民の皆さんに第3回健康都市連合国際大会が行われることを知ってもらおうと、市では横断幕や広報誌などで PR を行いました。そして国際大会をもっと広く知らせていくために、市民や企業、商工会議所なども PR に協力しました。各商店さん、それから商店会さん一丸となってですね、この大会を盛り上げさせていただきたいということで、商店さんでお買い物をしていただき、スクラッチカードを配布をさせていただくということです。実際に30万枚発行させていただき、1億5000万円という経済効果を上げることができました。2つ目が当日盛り上げさせていただくためということで、大抽選会をやらせていただくということになりました。とってもありがたくて嬉しくて、ワクワクしています。市川が国際的な大都市になるんだなということで、気持ちがそういう気持ちで盛り上がってますね。私自身もスクラッチカードキャンペーンなどを行う真心サービス運動として、25日には大和田小学校校庭で大抽選会や物産展も開催されます。このように市内の商店や自治会の協力で地域にポスターを貼るなど、さまざまな形で大会の PR が行われました。中でも市内で販売されるバナナに大会のシールをつけた応援バナナは、市場の卸売会社から申し出があったもので、ユニークなアイデアが大会 PR に一役買いました。また7月に岐阜県多治見市で開催された健康都市連合日本支部大会には、およそ30人の市民が参加して、市川市 WHO 健康都市推進委員の活動について発表した後、第3回健康都市連合国際大会の PR も行いました。市民から市民へ、こうして市川市で開催される国際大会に向けて徐々に盛り上がっていきました。市川市で行われる国際大会、市では準備を進めるにあたって大きな柱としたことが一つあります。市川市はその健康都市の基礎は市民ですね、市民活動ですから、市民参加ということを旗印に、市民参加の国際大会なんだよ、健康都市の大会なんだよということで、その健康都市の基本が心優しい市民でこう作られている、それが実感していただけるものにしたいということが基本にありますね。行政だけでなく市民の協力があってこそ健康都市が目指せるという観点もあり、大会の運営ボランティアを募集したところ、その呼びかけに200人を超える応募がありました。運営ボランティアに応募した市民は大会の会場となる文化会館をめぐり説明を受けるなど、2回の研修を行いました。また市内の大学が会場となることもあって、会場となる千葉商科大学の学生も当日ボランティアスタッフとして活躍します。こちらでも研修が行われ、大会に向けた準備が進んでいきました。
市川にもとてもいいところがありますので、それが少しでもアピールができるといいななんて思っています。健康により興味関心を持っていただいて、あとはもう市川市がどんな街かっていうのをちょっと理解していただいたらいいと思います。気持ちよく帰っていただいて、あ、市川っていいところだったよって皆さんに言っていただけるようなことが、あの、私たちのお手伝いできればいいんじゃないかなと思っております。大会中は市民ボランティアが大会運営をサポートします。今ここで何やら国際大会に関係するイベントが行われているようなんですけれども、ちょっと見てみましょう。すいません、こんにちは。こんにちは。今ここでは何が行われているんでしょうか。はい、今回行われます国際大会では大変多くの紙が用いられます。市民の皆様、この紙作りに協力していただいているんですけれども、その紙が実際にどのように作られるのかを体験していただいております。6月、協力を名乗り出たおよそ60人の市民にケナフの苗が配られました。ケナフは繊維が多く成長が早くて栽培に手間もかからないため、木材に代わる紙の原料として注目を集めています。市民の手によって育てられたたくさんのケナフが集められ、そのケナフを原料にこの日市民ボランティアの手によって紙が作られました。ケナフ繊維が入った水槽に木枠を入れて型を取り、それを乾かすと紙ができます。このような工程で作られた紙は市川宣言をはじめとする大会の各種公式文書に使用されます。市民が育てたケナフが紙となって国際大会で使用されます。うちはね、マンションでケナフがね、もやしみたい細かったんですけども、たくましくて天井に行って俺とまで生きてんの。たくましい木でした。本当に小さなことからね、私たちが育ててやったのが各国と仲良くできたら素晴らしいなと思ってます。大会では日本国内はもとより、健康都市に向けた活動を進める各国の都市からも協力してもらいました。その一つが家族と健康をテーマとした絵日記コンクールです。5000枚を超える応募があり、審査が進められました。入賞作品は大会中文化会館小ホール前に展示されます。世界共通の家族と健康への思いに触れてみてください。準備から市民の皆さんに協力してもらい、当日もたくさんの市民ボランティアが活躍しています。市民の皆さんに支えてもらうこの大会は、健康都市市川ならではのあったかい国際大会です。健康都市の主役は市民の皆さん一人一人です。これからもみんなで健康都市市川を目指しましょう。市川の民話。このコーナーでは市川市に伝わる民話をご紹介します。今回のお話は、お稲荷さんと子供たち。行徳三丁目に鳥居がいっぱい並んだお稲荷さんがあるんだよ。このお稲荷さんは横町稲荷といってね、おねしょなんかに効くって言うんで、今でもお参りに行く人がたくさんいるんだって。このお稲荷さんは子供たちの遊び場所にもなっていたんだよ。ある時、近所の子供たちがお稲荷さんに遊びに行ったんだって。そうしたら一人のわんぱく坊主が、ここのお稲荷さん、お賽銭がたくさん上がってるよって言ったんだって。それじゃああるかなってみんなでお賽銭箱を揺すったら、ガラ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 音がしたんだって。それで
お金を取ってね、これで何か買って食べようって出てきたところへ、向こうからおまわりさんが来たんだって。こんなところにおまわりさんがいるわけないんだけどな。子供たちはびっくりして、取ったお金をちょいっと後ろに隠したんだって。今後ろに隠したもの出してみせて。何も持っていないよ。そうか、俺には見えるぞ。子供たちは怖くなって、お賽銭箱にお金を返すと、おまわりさんは見えなくなったって。そうしたらわんぱく坊主が、ねえねえ、おまわりさんが行っちゃったから、もう一回取ってこようよって言ってね、またお金を取ったんだって。そうするとまたおまわりさんが現れてね、こら、お前たちまたやったな。お稲荷さんのお金取ると、家に着く頃におちんちんがお月様ぐらいに大きくなってるぞ。子供たちはびっくりして、お金を戻すと一目散に逃げて帰ったって。おばあちゃん、おばあちゃん、お稲荷さんにおまわりさんがいてね、と話すと、そりゃあお前たちがあんまりいたずらするから、お稲荷さんがおまわりさんに化けて出たんだよ。もう悪いことをしたらダメだよって言ったって。おじいさん、おばあさんが話してくれた行徳の昔話でした。おしまい。市では、麻疹風疹混合予防接種について、国の定期接種に加え対象を拡大し、無料で予防接種を行っています。対象となるのは小学6年生、中学2、3年生、高校1、2年生相当の方、平成15年4月2日以降に生まれた2歳以上の未接種の幼児、小学1、2年生で2回目の接種を受けていない児童です。この予防接種は市内の医療機関で来年の3月31日まで受けられます。最後に、これから行われるイベントのスケジュールです。次回11月1日からの放送は、10月26日開催の還暦式を特集します。どうぞご覧ください。